一番うまいのは哲也だってみんな言うんですよ。最初言ってることがなんかすごすぎて最初ついていけなかったんですよ僕。打球の音と、そう、音で分かるっていうか、音と角度でこの辺っていうのは分かるようになるんですよ。石田さんはめちゃくちゃ練習してたと思う。その練習をしてたらやっぱ一番うまくなる。飯田さんがもし監督だったら外野、レフト、センター、ライト誰並べるかなっていう。俺が認める超一流ですよ。だって強いな。へぇ、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、僕の現役時代コーチとして本当にお世話になりました元ヤクルトスワローズ飯田哲也さんに来てもらいました、はい、よろしくお願いします。お願いします。 OB レジェンドの試合ぶりで、そうだね、その時にね、俺を YouTube 出せよと言ってもらったんで、じゃあもうぜひということで、はい、ちょっと今回タイミングがあって僕の YouTube 出ていただくことだったんで本当によろしくお願いします、はい、今日は。お願いします。飯田さんとはプロ1年目の時にヤクルトのコーチとして、飯田さんは現役が終わった次の年にヤクルトの、そうです、2006年まで楽天で現役やってて、2007年からヤクルトの2軍コーチですよね。はい、やってました。飯田さんがコーチになったタイミングで僕もプロ1年目っていうタイミングで、飯田さん覚えてるか分かんないんですけど、うん、僕が1年目でキャンプ入る時に神宮の拳で、お前俺のこと誰か知ってるかって言われて、知ってます飯田さんですって言ったら、よし合格って言われたんですいやそれは知ってますよっていう。でもね、俺がソフトバンクに行った時に、はい、俺誰か知ってるって人の新人の子に聞いたら、ちょっと分かる世代がさ、もう今の子ほんと知らなくて。そうか、僕らとかはもうバリバリゲームで、ゲームね、飯田さん使ってたパワープロとかでさ、そう使ってた世代だし、で僕らが見てるヤクルトスワローズっていうのはやっぱり ID 野球って言われる強い時のヤクルトのイメージがあるんで、でそういう人たちがみんなコーチでいたから、すげえとこ来てしまったなっていうような、まあ確かにね、時で、でコーチが飯田さんいたから、テレビで見てる人を、そうなんですよ、教えてくれる感覚なのね。そうなんですよ、僕らはやっぱ子供だから、例えばさ、おいだなとか、伸ばしだとか、あるじゃないですか、五十嵐だとか、ある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 。でもそれがコーチになったから、いきなり、変な感覚っていうか、なんか、すげえみたいな、すごいとこ来てしまったなっていう感じで、もう1年目から、僕はもう飯田さんにずっと外野の守備を教えてもらって、最初言ってることが、なんかすごすぎて、最初ついていけなかったんですよ、僕もね、コーチ1年目だったので、自分の感覚でこう話しちゃうことがよくあって、いや俺はできるけどお前、まあ、君たちには説明不足というか、僕の感覚でまあ話してしまっていた、うん、それはね、わからないよね。僕が覚えてるのが、飯田さんの練習でカーンって打ったら下向けみたいなであそこに落ちるとかってやれみたいな、そう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 、あったんですよ。いやそんなんできないですからね、打球の音と、そう、音で分かるっていうか、音と角度でこの辺っていうのは分かるようになるんですよ。そう、飯田さん分かるっていうの最初、打球の音とね、どうやって角度とスピードでこの辺に落ちるなっていうのがだんだん分かってくるの。それを新人の強しに言ったら俺は間違いだと。全然わかんない俺、ってもうずっとパニックってたから、すっげえみたいな。そこまで言ってほしいっていうのはまあ確かにね、はいはいはい、だ音と角度とスピードでまあ大体この辺だなと思えるように感覚を研ぎ澄ましてほしいと。それは今だったらもうわかるんですか。その飯田さんがその最初言ってたことは、辞める何年か前までぐらいの時は自分も守備に自信が そこそこあったから、なんとなく言ってることが、そう、だんだん分かってくる、こういうことかっていうのが分かってくる。 その音っていうのが最初全く分かんなくて、木のパッドの音なんか全部一緒じゃんと思ってたから、でもそれ音がだんだん分かってくるのよ、詰まってんのか先っちょなのかとか。で僕がそれを飯田さんが言ってることがこういうことって分かったのが、たまに後ろ向いててバッティング練習で打つとこ見えるんで、後ろ見ててカーンって言った音が、あ、これ自分のところに来てるって思ったことあるんです、一回、あ、これかもみたいなすぐ分かんないよね、すぐは絶対分かんない。後々僕の言ってたことが分かってくれたっていうのは嬉しいよね。いや分かった、 僕だから今僕高校生教えてるんですよ、母校で、うんうん、外野手にやらせるんですよ。ノックの時に打ったらカーンって打った瞬間目つぶれって、でそこにそこってやれって言うんですけど、うん、まあまあできないです誰も確かに誰もできないですよ、うん、あれを言ってんのがねすごくて、感覚が普通の人じゃないんだよね。飯田さんの感覚最初理解できる人いるんですか。後々だね。後々ですか、うん、だから僕もプロに入って教えてもらったことが、現役辞めてコーチになって
これかっていうことが結構あるのよ。なるほど、なるほど。これを言ってたんだなと。よくさ、バッティングでもさ、ボールを何レベルに振ってしっかりボールを送り込むみたいな説明あるじゃん、はいはいはい、現役の時全然分かんなくて、はい、送り込む何それと思いながら、あ、バットにこう乗せるってことねみたいなのが、現役辞めてコーチになってやっと分かったというか、ね、なるほど、こんなこと言ってたんだっていうのは結構あるよ。野村さんの言ってることなんか本当最初高校出たばっかりで全然分かんなくて、はい、コーチになっていっぱい分かるようになったもんね。配球にしてもそうだし、はいはいはい、ピッチャーの癖もそうだし、はい、あ、これかみたいな。その当時って選手の時はなんか感覚とかさ、はい、勘とかでさ、はい、やってたり、はい、そうですね、ベンチに入って相手の配球とか考えるようになると、あれ次スライダーだよなとか一塁コーチで見ながらやってたりすると、そうだよねスライダーだよねと思って、ここフォークだよな、走れとかさ言うわけよ、コーチ、ランナーコーチャー選手に、次フォークだから走れって、もう勘なの。ヤクルトってその村さんの野球がずっと続いてるから、ね、僕なんかプロ入って野球ってこんな難しいんやと思いましたもん。こんなとこまで考えたらあかんのって思ったし、でもね、分かるとね簡単なの。分かるとですよね。分かるまでっていうか、それまで頭使って野球やってないんですよ。そう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 、多分高校時代はストレートもあってて変化球も打てた、そうそうそう打てたはずなのよ。でもプロって狙わなきゃな、無理です、ね、無理なのよ。そうすると配球を考えると答えってね出てくるのよ。そこまでにはやっぱ時間かかりますよ、分かるようになるまでね、うん、そこがこう頭を使えっていう野村野球だと思いますね。ミーティングめちゃくちゃ長かったんですね。長かったよ。野村監督のミーティングって講演会みたいなの、まあ、ノート取ってるけど、すごい楽しい。野村監督の講演会なんか1回100万とか200万とか出して聞きに行くんだけど、それを毎日聞ける。なるほどなるほどなるほど。で自分のためになるし、これからのね野球人生にも生きるし、本当最高のミーティングだったよ。へえ、聞かせてあげたいよね。100万200万をヤクルト選手毎日聞けるからね、それはかなりいいですよね。でも本当これがためになったというか、12球団のね野村監督の教えを、今監督コーチ何人いるって話。確かに確かに。監督だけでも矢野でしょ、高津でしょ、はい、辻さんでしょ、陳情もそうでしょ、栗山さん、ジャパンの、はい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 、もうそうなん、いっぱいいるの。野村さんがどれだけすごかったかっていうのがこれで分かると思うんですよ。野村監督は人を残しなさいってよく本当言うんで、もう選手なんかまあできて10 20年20年じゃないですか、はいはい、そこからの方が人生長いんで、もう人を作りっていうのが大事だってよく言ってましたね。だからそういう考えたらプロ野球界に何人の人をすごい人を残してきたんだっていう話ですね。そう、本当そうです。いや教わった方が良かったよ、強し。いやいや、僕もそんなもう教われるものなら教わりたかったですけど、話は聞いてみたかったですね。そういう野村さんの教えを受けてた方たちが僕のコーチだったんで、常に、まあ、だから本当にいろんなことを勉強させてもらったし、やっぱりそれは今にだいぶ生きてますね。高校の教えるのにはっていうのはやっぱ大きいと思うよ、はい、だから本当僕が高校生の時に全く野球のこと、頭を使って野球やってなかったんで、頭を使って野球するっていう高校生ってなかなかいないじゃないですか。自分の能力だけでやっちゃうから、そこにこう知恵を入れてあげるっていうのがすごい役立ってるなっていうのはあります。今そう、高校生も剛がプロンとして教えてるわけだから、すごいレベルの高いことを教えてるわけよ。そうすると高校生の考え方も変わってきて、はい、より野球が簡単になると思う。僕も高校今教えてるんですけど、うん、いやこんなことを教わってなかったよなってことね。そうなんですよ。自分がこうやって教えてて、いや俺今こうやって教えてるけど、こんなこと高校生の時聞いたことねえなって思いながら教えてます。それはもう野球界のレベルアップにもなるし、そうですね、で本当にプロ野球選手がこう中学生だ高校生だって教えるのはすごいいいことだと思います。我々外野手じゃないですか、はい、まあ、高校生にもそのやっぱ外野手教えるんですけど、家さんがやっぱ外野のコーチやってて最初感覚で教えてたみたいな、実際自分もそうなんですよ。どういう教え方したらいいか分かんないし、僕もやっぱ数々のいろんな外野手の人を見てきたし、でも宮本慎也さんも言うし、古田さんも絶対言ってたと思うし、ヤクルトの関係者の人はみんな言うけど、一番うまいのは哲也だってみんな言うんですよ、外野守備。ありがとうございます。飯田さんにかなう人おらんみたいな、ほんまに全部取るからっていう。で実際自分も映像とか見てたことあるし、で俺が1年目の時に、飯田さんってあの時何歳ですか、現役辞めた次の年。39かな。39ですか、まだバリバリじゃん体、すっごかったんだから
お前、お前見とけよって言ってバンバン動くから、まだまあね、やめたい次の年だからまだ動けるんですよね。で、取ってからが超早いのよ。普通取ったらこう外野手でステップ踏んでこう投げるんだけど、なんかこう内野みたいなパンパンみたいな感じで投げるわけよ。だから未だにああいう送球選手見たことなくて、あのこうパンパンみたいな、どうしても勢いつけたがるよね外野手って、はいはい、だけどランナー的な考えとしたら、はい、取って振りかぶって投げるとバーってその振りかぶってる時間走れるじゃん、はいはいはい、でボール離した時、離してたら止まるじゃん、はいはいはい、だとにかく強い球より早く離した方が、はい、ランナーって止まるのよ。だから俺も早く離してランナーを止めるのに専念してたというか、それを意識してやってたという。飯田さんはどっちかというと刺すというよりも止める、止めるのよ。なるほどなるほど。ランナーコーチもやっぱそうされた方がいいやってことですか。そうされたら止めるもんだって。ーボールが取って振りかぶって投げるまでに、まあ、5メーターはいけるよね。はい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 、はい、だそれをそ、ね、例えば僕が取ってポンって投げれば2メーターで済むかもしれないし、はい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 、その3メーターってめちゃくちゃ大きくて、はい、刺すよりは止めるっていうのを僕はずっと言ってた。だからボールまでとにかく早く行きなさいと。回り込んでさ、しっかり取ろうとかさ、優勝多いわけ、はいはい、ミスしちゃダメとか、はい、だけど早くボール行けばランナーは止まるわけじゃん、うん、でそれを教えて方がいいかもよ。なるほど。でどうしてもこうみんな外出刺したいとか強い肩を見せたいっていうのはあると思うんだけど、そこじゃないんだよねって俺は思うわけ。回させないっていう、そう回させないっていう。で一回そういう印象ついたら、いやこいつちょっと止めとこうってなるじゃん。なりますね。こいつ思いっきり投げるけどどこ行くか分かんないじゃん、わし回したいってなるけど、取ってポン、ゆっくりだけどポンポンってストライク来るようになると止めますよね。なるほどなるほど。かっこいいですよ、外野からビューンっつってバーンってアウトなんつって。それはでも、まあ、すごいですけど結局は回されてんじゃんと思うわけよ。回さないようにしようよっていうのが僕の教え。それのが確率が高いのかなと。確かに外野手の人ってなんかこうすごい速い球を投げてるイメージ。でもその速い球投げるのがそうグワーッてこうさ振りかぶって投げるから、でもヒデさんって内野がこうパンパンみたいな感じで行くのよ、送球するのよ。でもそれなりに行くよな、バンバン行きますね。ビューって行くのよ。もやっぱいいんですよね。だってもともとキャッチャーだから、まあ、まあいいっていうかこうコントロールめちゃくちゃいいですよね、ヒデさん。思いっきり投げてないもん。思いっきり投げるとやっぱりここで話すのがちょっとここになってここになったりでもうだいぶずれちゃうんで、僕はもうコントロールが一番だと思うんですよ。めっちゃコントロールいいんだよね、伊沢さんマジで。超コントロールいいっすよね、フォーバックホームの。本当にみんな思いっきり投げちゃうんですよね、はい、外野手で、はい、だからちょっとドーンってハーフバウンドになったらキャッチャー取れないし、はい、僕は本当ポンポンっていうイメージで投げてるんで、ブバンってこうキャッチャー取りづらいよね。取りづらいっす。キャッチャーがもうこんなんして取ったり、こんなんして取った時点でもう足がいきますもんね。ポンポンパンが一番速いから、肩強いに越したことないけど、コントロール上がったら何の意味もないよっていう話。ちなみに飯田さん、うん、センターからホーム投げるとき、はい、どういう目安で投げてました。マウンド越えたところにワンバウンドさせるっていうイメージ。イメージちょい山なりみたいな、こうビューンじゃなくてビューンだと、ね、マウンドに当たってとんでもないと言っちゃうんで、はいはい、山なりじゃないけど、こう描くようなイメージで、あ、こんなんじゃなくて、ちょっとこういう山を描いてポンポンみたいな。そうそうそう。それはしまう、どっちかっていうと、ぶん投げタイプの。そう、ぶん投げなのよ、俺。バウンドがぴったりくればいいけど、うん、たまにこう、ショーバンだったり、ハーフバンドになると、キャッチャー的には取りづらい。そうですね。どっちかって言ったら、俺は見てくれみたいな感じで投げてたから。ほんと、ぶん投げなの。肩いいんで。ぶん投げ。その飯田さんの、取ってからの早く投げるやつって、俺ゴロはめちゃくちゃ練習したんだけどなかなかできなくて、フライだけ飯田さんのやつできるようになったんですよ。こう取ってパンパンってできるやつができるようになったんですよ。ぶん投げだから足が合わないんだよ多分。でポンポンって投げるにはステップがちっちゃくなるできないじゃん、はい、取ってぶん投げとか絶対大きくなっちゃうわけ足がね、はい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 、そうするとタイミングが合わなくなっちゃうわけよ、はい、だから早く投げれなくなっちゃうわけ。ああ、はいはい、軽くていいやって言えばポンポンって足が動かす。やっぱ足をパパンってやるのが大事ってこと。大事大事。どうしても外野で遠いんでボーンって大きくなっちゃうんで、はいはいはい、早く投げれないんだと思うよ。足を取ってパンパンでいいっていう。そういい、早くでいいよ。いいと。それは別にカットまででもいいってことですか。全然いいんで。全然いい。高校生でしょ、はい、教えてんの、はい、そんなワンまでいかないから。そう、みんなもフィヨーンってもうどっか行っちゃうから。でカットつないだ方が早いんですよ、高校生ぐらいならね。そんな方いないし、だからポロンっ
ていうステップを覚えたらもう一生ものだから。ですよね。思いっきり投げるのを 7,8 割にしてステップを速くするようにすればいいんじゃないかなと思います。そのステップはもともと身についてたものなんですか？それはいやいや、僕はあのキャッチャーやってたんで、キャッチャーとこう、ね、ステップやるんで、それがこう外野に生きたというか、まあ、それをキャッチャーのこう練習をやっててよかったなと思いますよ。だって飯田さんどっちかって言ったら、取ったらこう、もうこっちにパッて持ってきますよね。そうね。こういうピッチャーみたいな感じじゃなくて、もうパンパンって投げますよね。そうね、もう取ったらもうここだね。ここですよね、すぐ。もうトップにパッと持ってくる感じだけど。この時間がもう2メーター走るから。この時間で。余計なもの全部省いてるって感じだよね。省く。省いて投げてるって感じだよね。できるんですか、普通の人。やればできるようになりました。練習、うん。キャッチャーの練習やらせばいい。あ、外野に。うん、こう早急の早く投げるステップしてもらう、はい、ステップしてもらう。なるほど、ね、それいいかもしれないです ね外野だからこう下に下げさせないで取ったらパッてこっち持ってピュッっていうイメージでやるといいかもしれない。うん、僕はこう教えてますけど、やりますか、ネットに向かってこうボール10球ずつぐらい。ああなるほどなるほど。であとはその池田さんはめちゃくちゃ打球法の練習してたと。打球法っていうのはバッターがバッティング練習してる打球を追いかけるんだよね。外野が普通外野もこうノックするじゃん、コーチが打ってノックするんだけど、じゃなくてバッターが実際に打った打球を取りに行くっていう打球法。バッティング練習の時に守備ついてるわけですよ。でこのバッターが打った球を取るのが打球法っていうんですけど、それはやってたよずっと。らしいですね。もう飯田さんそればっかりやってたっつって。それ普通の人はやらない。やりますけどノックがメインになっちゃってるんだね。うんうんうん、ノックって、まあ、大体その辺来るじゃないですか。でバッターってこう打った時詰まるとか、これは芯で当たるとか、風向きもしてもこっち側伸びるとかね、そういうのがバッティング練習だと分かんないんで、だからその練習をしてたら多分一番上手くなると思うよ。ですよね。打球がやっぱ一番実践に近いあれだから、これもプロに入って打球法っていう練習を初めてやったから。で俺ノックより打球の方が多くて、そう、飯田さんはいつも一応特殊っていうのがあるのよ、キャンプでも。で守備を鍛える練習、鍛える練習みたいなのがあるんだけど、大体のコーチはもうノック、例えばもう50本とか1時間とかバーンってノックやるんだけど、飯田さんの場合は特殊やっとけってずーっと打球やっとけって、打球法やっとけってずーっと特打やってるから、そんなのキャンプの時にその打球を全部追えっていうか、まあそれを全部取りに行きなさいっていう練習で。そうすると反応も良くなるし、打球へのチャージもできるし、自分の感覚が良くなるというかね。ノックだとまあほぼ疲れるだけじゃない。はいはいはい、そうです。でしょ、はい、で打球後だと真剣になるし、なりますね、楽しいし、絶対身になるんですよ。でもこうノックっていうのは、まあ、失礼かもしれないけど、コーチのやった気になっちゃうというかね。ああ自己満足みたいな。だんだんノック打って、ああ今日もやったなみたいな、はい、やらしてやったぜみたいな感覚になっちゃうんですけど、フライ取る感覚はノックでいいと思うんだけど、打球に対する感覚っていうのはやっぱ打球1個でしかうまくならないんじゃないかなっていう僕の考え。はいはいはい、いやいや、でもその感覚は分かるです。実際高校生とかも打球法なんて練習ないから、だからバッティング練習の時にはもう外野手守備つけて打球を追いなさいっていうのを今やってて、本当打球法ってすごい身になると思う。だからミスしてもいいから、ここまで取れるんだっていうのを覚えないとダメなの、まず、うん、走ってってもう諦めるんじゃなくて、とりあえず行ってみて、この打球はもう無理なんだから回り込もうとか、うん、まあ、どっちかなと思って行ってみる、見て、あ、届くじゃんとかいう感覚を養ってほしいですよね。それノックではできないですもんね、そんなの。なかなかね、できないですよね。実際に打席、バッターボックスの方から打つわけじゃないからね、ノックも。あとその構えでピッチャーがこうモーションで投げるじゃないですか、うん、どういう感じでよくやります、飯田さんは。こうハスになってる人いるじゃないですか。半身というか、左足ちょっと前に足引くとか、その逆とか、はいはい、僕はもう整体が一番いいと思うんだね。まっすぐ、まっすぐ、例えば盗塁するときにやっぱり両方に重心あると思うんだよね、はいはい、でどっちかスタート、まあ、バックゴーってあるんだけど、こっちになってたら例えばバックが難しくなる、はい、こっちだったらもうゴーのみになっちゃう、はいはい、だからそれと一緒で、どこ来るか分かんないんで、外車なんで、だから両方足を揃えておいた方が僕はいいと思うんだけど、あちょっとこっちだったらこっち側の打球が難しくなっちゃうし、はい、ここだったらこっちが難しくなるし、どっちも行けるような体勢の方がいいのかなと。最初の一歩がってことですか、はい、バッターこう当たる瞬間あるじゃないですか、うん、バットとボールがピッチャーが投げて、こうバット
結構当たる瞬間あるじゃないですか、インパクトの瞬間っていうのはどういう感じをおすすめします？ずっとこう止まっとくのってどうなんですか？飛んだ方に走るのがやっぱ普通じゃない、はいはい、だそれを究極にそこの場面の角度なりこっちであればレフトにも行くしこうなればライト行くし、はい、その当たる角度を見てると一番いいんじゃないかな。あそんなん絶対見れないじゃんと思ったでしょ、うん、見えんのかなって思ったバットですよね、要はなんとなくわかるんですよね。だそれでちょっとこすったのかなとか詰まってんなとか先だなっていうのがわかるんですよ。それを感じるまで打球をやらなきゃいけないんだですよね。じゃないとあれが起きるんですよね。うわ後ろだって言ったらいや違う前だみたいなのが起きるんだよね。漢字ドリルって昔やったじゃないですか。いっぱい書くじゃないですか。そしたら覚えるでしょ、はいはいはい、野球も一緒なんですよ。同じことを繰り返すとできるようになるんですよ、うん、と繰り返しやればできるようになります。体に染み付くって感じですよね。要はそう染み付けないとダメ。そう勝手に動くようになるまで頑張んなきゃダメ。ここ行ったら右行こう、こう行ったら左行こうじゃダメなんですよ。勝手にね反応するようになりますから、ね、自分が勝手に反応するようにならないとダメですね。プロ入った時に外野はできるよって思ってたの、勝手にね。内野はそれはなんかこういろんなこう技術があってと思ってたけど、外野なんてって感じで思ってたけど、めっちゃむずいと思って外野プロ入った時に外野が全然自分の感覚と違くて打球も違うし外野むずみたいな。外野の自信のない人はプロ野球の世界でも後ろの方が守ってますよ。だからプロ野球見てて守備位置この人後ろだよなっていう人は下手なんだなと思ってほぼ違いない。自信のない人ほど後ろを守る、後ろを守る、上手い人ほどこう前守るというか、うん、っていう傾向はあります、うん、自分がどうだったかなと強者は前守ってたよ。言わなきゃ前出てくるタイプだから。そうですね、どっちかっていうと後ろに下がるという傾向はあんまりなかったですかね。僕はどっちかって言ったら俺最初もプロ入った時にこれやべえ外野できねえと思ったの、難しすぎると思って。でもそのさっき言ったようにやっぱりずっと打球法、もうずっと打球法やったらできるようになって本当これが不思議なことに1年目あんなに外野でミスしてたのに今よう守備固めやってんだってずっと思ってたもんだから失敗して覚えなきゃダメなんですよ。だ失敗を恐れてあの無難にやるとうまくならないんで、失敗ことしたことによってああクソクソってなるわけじゃないですか。じゃあうまくなってやろうってなるんで、うん、失敗を本当重ねないとうまくはならないですね、うん、東京ドームのフェンスをよじ登るぐらいの飯田さんですからあれ取れると思ってんのと思ってるんですか、まあ、正直言うとピッチャーがあそこまでやってくれてるんだって思わせたよ。ああなるほど。ガーンってホームラン打ってああ一歩も動きませんみたいな。はいはいはい、ありますね、ありますね、ありますね、はい、あれじゃピッチャーに申し訳ないと思っちゃう、はいはいはい、うわあそこまで追いかけてくれんだっていうのが一番。なるほど。そうすると例えばミスした時にでも飯田ならしょうがねえかって思ってくれるかな、はいはいはい、最後で一生懸命やってるんだっていう姿をね見せることによってピッチャーの気持ちがちょっと和らいだり、ミスした時にこうクソってならずに、うん、ああ飯田かしょうがないなと思ってくれたらいいなと思ってやってましたけどね。もう衝撃の映像だったから、もう拝見しましたけどあれ何メートルぐらいあるんですか実際行ったら、俺思ったもん。いや、これを登ろうと思わないって、まずその怪我のリスクがすげえと思って壁蹴って登ってます。壁だったでしょ、走ってましたね、壁を。壁2本ね。でも実際、飯田さんですよね、広島シーンとかで、後ろの撮っては広島はね、まあその当時フェンス高くなかったんで何本か撮ってますよ。あれ練習してるんですか。バッティング練習の時ね、やってますよ。やってるんだ。よじ登る練習。いや、あれよじ登って撮るって相当難しいから。怖いっす。いや、だって、のじ登っても前に落ちる可能性あるし。俺、一回広島で、登ってんのに前降りてる撮ったことあるから。ああ、ありますね。それも映像見たことあります。だから練習の時に、大体外野からフェンスまでどれぐらいかなって、なんか感覚で分かるじゃん。はいはい、で、打球見て、あ、これホームランだなと思って、パッと先に登って、いや、撮るみたいな。あれ、気持ちいいやろなぁ、あれは。フェンス登る時は、一回ボールから目離すんですか？離します。もちろん、もちろん、もちろん。そうするとボール見失ってる。だからここに落ちてくるっていうところに登るわけ。だから上手い外野手はボール見ずに10メートルぐらい走っていくから、ガーって。でもさっき一番最初言ったようにカーンって行った時にあここら辺だっていうのは大体わかるじゃん。
で、一回ポンって見て、ここだって思って取るわけ。そうそう。でも、うまい外野手は見ないですよね。だから見ないで落下地点まで行けちゃうわけよ。そう。うまい人って。だから早く追いつくし、だから見ながら走るより見ない方が早いじゃないですか。で、カーンつって、あ、ここら辺だっていうところまず走ってって見る。あ、やっぱここだねってなるわけです。うん、その感覚ってすごくない？すごいよね。打球風で身につきますから。ですよね。すごい感覚を持った飯田さんにちょっと今日は、はい、これ多分 YouTube でまだ僕見たことないんですよ。飯田さんがもし監督だったら外野レフトセンターライト誰並べるかなっていうスペシャリストのスペシャリストが実際監督として試合で外野3人もう鉄壁の外野3人並べろって言われたら誰にします？もう OB でもいいですし今の現役時代でもいいの選手でもいいですし俺でもいい。じゃあ飯田さんありバージョンとなしバージョンでいいですか？それ聞きたい。飯田さんありバージョンとなしバージョン聞きたいです。じゃあセンターも、まあ、俺飯田さん、はい、ライト、はい、吉信、高橋吉信さん、高橋吉信、はい、レフトが秋山さんかな。セーブ、セーブ、秋山さん。それなんでですか？俺が認める超一流ですよ。そうなんですか？うん、俺が見てうまいと思った人、吉信なんかも肩もいいしコントロールもいいし、はい、足も速いし球際強いし、はい、で秋山さんももちろんそうですよ。で僕はまあ自信あるんで、うん、この3人ですね。レフト秋山さん、センター飯田さん、ライト高橋翔さん、はい、すげえなこりゃで僕がいないバージョンだと飯田さんがいなかったらだからそこに今レッツのレッツ辞めちゃったか秋山入ります。秋山翔吾、はい、おお、うまいですね。僕が現役いやコーチやってた中で一番うまい、はい、秋山翔吾、へえ、まあ、敵チームですけど一番うまい。なるほど。で、由伸外すとしたら、イチローさん、うん、レフト、秋山さん外すんだったら、もう地味かもしれないけど、金城だね。うお、横浜にいた金城、僕でも、うん、飯田さんに金城の守備見とけって僕言われたことあるんですよ、うん、あいつうまいからって、めちゃくちゃうまいからって僕それ覚えてるんですけど、金城さん、金城俺すごい好きなんだよね。球際強いしね、取ってからも早いですもんね。あのみんなが言う守備のうまいイメージってイチローとかさ、はい、新庄とかさ、はいはい、って言うんですけど、はい、球際は弱いんですよその2人。イージーはすごい肩も強いし、はい、足も速いし届くんだけど、例えばスライディングキャッチとかでポンってミスしたり、はい、イチローもそうですけど、僕の中では球際が強くない。もう最後のこことか、そう、強い選手がやっぱ金城、俺、由伸が強いのよ。マギはね、だからこれ強しもそうに、ね、させなかったんですよ僕のちょっとそのコーチ不足というか、ね、いや強しの能力からすればもっとできたなと僕は思いますけどね。じゃあもうせっかくなんで、うん、今飯田さんがおっしゃってくれた秋山さん、高橋由伸さん、金城さん、うん、で飯田さんがいて一応全部 OB なんで、今一番 NPB でこいつうまいなって外野手います？一人あげるなら、うん、僕いるんですよ一人、これうまいわって外野手で、球際も強いと思うし、この子うまいなと思う選手が一人いるんですよ僕。それ俺と合ってるかもしれない。え、マジっすか？え、パリーグですか？パリーグ。僕もパリーグ。楽天？楽天。辰巳？辰巳。正解、俺も一緒だ一緒だ、一緒。辰巳はね、うまいですよ。肩も抜群だし、球際は強いですよね。よく飛び込んだりスライディングするやつって俺信じてなくて、飛び込むのも最後の手段なんですよ。飛び込んで後ろに行かしちゃうやつとかって俺許せないんですよ。飛び込んだら取れよと僕は思うんで、はい、で飛び込まなくてもいいやつも飛び込んじゃうやつっているんですけど、それは僕全然ダメで、飛び込むなら取れという考え、まあ、これが例えばサヨナラのケースだったらもうしょうがなく、まあ、合図があって飛び込み OK みたいなの出す時があって、飛び込みダメみたいな、まあ、サインも出すんですよコーチ時代ね。僕飯田さんがよくありましたよ、これダメだぞってこれダメだぞってよくありました。無理する場面じゃないのに飛び込んで長打にしちゃったっていうケースが結構あるじゃないですか。それってなんか無駄じゃないですか。それ飛び込むんだったらシングルでいいよみたいな感覚なんですよ。飛び込むなら取れっていう、見てて安心な人はうまいですよ。意味わかる？ああ、はいはいはい、はい、ああアウトだな、まあ、例えばセンターがポーンってフライ打ちました、アウトだなっていう安心するじゃないですか。そういう人はうまい。危なっかしい人って取るまでこうおーみたいなあるでしょ。あ
ありますあります。うわやめた、取れよ取れよ取れよみたいな。うわ足やったぐらいだ。うーどっちどっち。わあ取ったみたいな。のっちゃダメなんですよ。例えばセンターにカーンって打って、あセンター飯田ですってピッチャーがもうベンチに帰っていくような、ああ、安心感というかね、はい、そういう人を目指した方がいいですよ。で取るまでピッチャーもこんな感じで見てて、うわ足取ったみたいなのじゃダメなんですよ。あ、飯田さんじろ、はい、もうベンチ帰ろうみたいな、はいはい、ね、あるよね、はい、もういわゆる野球界の用語で言うと地獄ですね。あ、もうあそこな地獄だからみたいな、もう絶対取られちゃうみたいな、あもう抜けない抜けないみたいな、うわ取っちゃったよみたいなのよりはもう本当安心してもうピッチャーがもうベンチに帰っちゃったみたいな方が僕は嬉しいですね。安心してくれて、もう今でいう広島の菊池のところに飛んだらやばいみたいな感じでしたね、言ったらもうそんな感じですよね。守ってるだけで嫌なんだからっていう感じだよね。どんだけセンターに嫌だりしても飯田さんがいるから取られちゃうみたいな感じだったと思うよ、それは。だからそこまでいったら勝ちですよ。もうコーチャーにもイメージ与えてるんで、うわ、飯田か止めとこうみたいになったら勝ちですよ。これ多分ノーカットで行くしかねえな、この話は。ちょっと、いい話。長々と話してしまいました。いい話。ちょっと次はヤクルトスワローズにお互い在籍したんで、はい、ちょっとヤクルトについてもう一回話したいんですけど、はい、また次の動画でお願いします、はい。ということで飯田さんと外野手について、そして飯田さんが現役、ま、選手または OB を含めて3人鉄壁の外野陣を守るならばこの人だっていうことですね、いろいろお話しさせてもらいました。また次もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。